ほんでね、大麻についての危険性をね、その向精神美薬との相互効果についてね、言ってる動画がありますけどね、その例えばうちはその大麻もやってないし、向精神美薬も飲んでない、服薬してない、そやけど連中の波動を感じる。ただ感じるだけでね、精神性下がりはしない。ところがうちと同じように大麻も向精神美薬もしてない人でもね、連中の息を浴びてね、精神性下がる人が、何が原因ですかって、向精神病薬も原因やねんで、精神性下がる原因、同時に大麻も精神性下げよう、なんでかって言ったら、やっぱり精神発達と関係がある、十分発達できてない該当年齢頃の精神性を開拓しようとするねん。精神科の治療というのはな、精神発達が不十分な年齢、まあ、発達年齢頃、例えば5歳児やった頃に精神発達が不全やった場合には、精神病の治療っていうのをそこ開拓させようとするわけやから、それを助長するための薬が向精神病薬であり、そんなんの登場前は大麻がそれやった。だから、私たちヤクザが、八街と共に神社で、動物好きを大麻治療してた時代に、その大麻って精神発達の不全を、劇薬的にね、おさわりするわけや。どうしてたかって、神社に閉じ込めたって、大麻治療中は。名門でもそう、大麻治療中、名門神社にこもらんでも、あれがあるやん、蔵があるやん、蔵。蔵の中に閉じ込めて、大麻治療やってもらっとって。神社から来ててん、まあ、宮司なんだ、主治医みたいに、どうですかって、往診みたいに来とって。庶民はもう、神社に閉じ込めとって。閉じ込める場所があって、昔は。お寺もそうやってたかもしれん。ほんまやで。監禁しとってんの。監禁治療しとってんの。古代も、中世も。な？あ、近世も。近代もですよ。な？外で、うろうろしてるやつに大麻治療を施したらあかんねん。昔から。日本原産の薬草ですよ、大麻は。で、そういう風に、大麻治療を施すときは、監禁治療してたからねって言ってんの。外うろうろさせたらあかんで。医療大麻、もし解禁しても、監禁治療やで。大麻抜けるまでは。そうやっとってん。私たちはそうやってたんです、私たちの日本戦時にはね。その基本外したらあかんで、外フォローさすな。大麻使わしたら。